こんにちは、かけぶです。最近ですね、もうなんかめっちゃ年やなって思う時が多々あります。今日なんか喫茶店やってるんですけど、給料はもらってないんですけど、お昼に11人お客さんいっぺんに入ってきちゃって、ほんでもうなんか昔だったらもうなんかもうやったら思って、もう水入れておしぼり持ってって注文聞いて注文バシーって持って取ったんですけど、今日なんかもう水入れてる時点でもうあかんわってなんか思ってしまって、まあなんとか事なきは得ましたんですけれども、なんか飽きませんね。なんか前向きじゃないです。皆さんは最近なんかもうめっちゃ年やわって思うことってありますでしょうか？今日はすいません、プチンプリンのレビューをやってみようと思います。なんか和紫ってなんか芋プリンですかね、なんかちょっと珍しいもん見つけてまいりましたので、今日はこちらの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。グリコさん和紫プッチンプリン、紫芋&栗仕立て。お、栗が入ってるんですね。うまそうです。そういたしましたら、まずエネルギーですね。1個あたり189キロカロリーです。あと原材料名の方は砂糖ですね。生乳、乳製品、植物油脂、水飴、紫芋パウダー、食塩、栗パウダー、寒天、香料ですかね。あと香料に香料って呼ばないです多分。乳化剤、カロチノイド、色素です。まあ、プッチンプリンの味噌は後ろをこうポキッと折ってポロンって出てくるのが味噌なんですけれど、前買ったプッチンプリン裏にひっくり返しただけで出てきちゃったんですけど、これは大丈夫なんでしょうか？あー出てくる、ほら、マジかマジか、プッチンプリンはこれをプチってせな、出てきへんやんか、なんで出てくんねほんまに。はい、こちらが和紫プッチンプリンの裏側です。すいません。おー、これが紫芋入ったプリンなんですね。まあそうです、割に柔らかいですね。それでは和紫芋を使ったプッチンプリンのお味のチェックしてみたいと思います。ちょっと変わってるけど美味しい。僕芋焼酎飲むんですけど、なんかその芋焼酎飲んでる時の芋のちょっとこうクサッと思う風味がよく効いてます。でほんのり甘くて栗の風味もよく出ています。なんやろ、芋嫌いな人はあかんかもわからないんですけれども、芋焼酎とか好きな人はぴったり美味しいと思い、美味しくいただけると思います。すいません。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。